これより開幕戦を戦う監督、コーチ、選手の入場です。はじめに中日ドラゴンズの入場です。そして中日ドラゴンズを率いる監督、背番号73、立浪和義。ジャイアンツの躍進を記念して渾身の一球を投じたいと思いますとコメントをいただいております。それでは橋本さん、お願いいたします。
だあ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 だゲーの叫びを見せて東京ドーム詰めかけた僕らをじっと守備とついいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ頑張れ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズバンザーイバンザーイいや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 Nice, nice!
わ。大丈夫だ。ファール。Thank you.
ここ東京ドームで開催されます。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ、予告先発ピッチャーを発表いたします。ドラゴンズ涌井秀樹、ジャイアンツフォスター・グリフィン、両投手の先発で明日14時試合開始です。
しよ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 し。東京ドームに詰めかけた僕らのチーム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 
あ、ライデーだろう。あ、頼むぞー、ライデーね。大島に変わりましてピッチャーライデル・マルティネス。抑えろマルティネス、教えてください。いや、はい、嬉しいですね。はい。9回のあの場面、満塁で打席が回ってきました。どんな思いで打席に入ったんですか。いや、もうなんとかするしかないと思って、打席に立ったんですけど、まあ、最高の結果になってくれて、はい、よかったです。レフト選手、打球が抜けていった時、高橋選手回る手前で叫んでました。どんな思いだったんですか。いや、嬉しいな。今映像もちょっと出ていますが、改めてどうでしょう。ちょっと恥ずかしいですけどね。あのガッツポーズ、なかなかそのね、あのやらないのが、はい、嬉しかったです。そしてこれも高橋選手に聞かなければなりません。今日は開幕投手小笠原投手145球の熱投でした。いやー、よく投げた。高橋選手の目にはどんな風に映っていましたか。いや、僕たちがね、もう少し点取ってあげれば、はい、もっと楽に投げたと思うんですけど、はい、よく頑張ってたと思います。よく、はい、見事にドラゴンズ開幕戦勝利、そして集まったファンの声援、ビジターですが響き渡りました。どのような力になりますか。いや、本当に声援が戻って、すごい力になってますし、まだ始まったばっかですけど、1年間よろしくお願いします。今日はそのファンの皆さんが開幕、岡林選手が打席に入るときはチャンステーマを鳴らして選手の皆さんを後押ししました。この1年間ドラゴンズの逆襲が始まると思います。1年間の抱負、ぜひファンの皆さんにお願いします。はい、開幕戦いい形で勝てたんで、まだまだ長いですけど1年間、はい、頑張りたいと思います。見事な勝ち越しタイムリー、興味の高橋周平選手でした。よかったよ。
守っていただいて、でもこの間皆さんしっかりとルールを守っていただいて、応援いただいてありがとうございました。皆様大きな参考にお願いします。お手を拝借。